よし、データ消えたからまたやり直す。どんだけやり直すんだよ。そしたらもうものすごいことになってしまった。まず繁殖牝馬パシフィカスが2度の受胎に失敗、結果若島津健と苦労が消えてしまった。この世から壊滅状態牧場内は。しかし朗報もある。なんとアポリーが見えないところで G2 を勝つという奇跡を起こした。この映画を見てみろ。 G2 で勝った者のみに許される映画だこれは。さあそしてエリア、エリア今どんぐらい勝ってたっけ。なんと9戦8勝という無敵の馬とかしてるもはや。まあしかし1200ダートの重傷じゃないやつを全部やってたからな。しかし今度こそ俺は重傷に挑むぜ。エリナを重傷デビューさせる。確か9月のどっかに重傷があったよね。ねえだったら別の話だ。つってもダートの試合がねえんだよな。8月の4日か。8月4日に8月4週全てがそこに集まる。ダートの勝負これで2300。うめえなマジで、うめえなマジで。お川内いるじゃないか。まあでもダートなら俺に任せるがいるからな。牝馬に乗せたら無敵の強さとダートなら俺に任せろってさ、どっちがいいんだ。顔を見て決めるか。エビマサと川内の顔、これどっちがいいんだ。顔判断できなかった。どっちもダメだったけど、じゃあエビマサでいいや。エリナ6位ダイジェスト。緑の帽子9戦8勝だぞ。考えられるか。新馬戦で1回負けたぐらいだよ。それ以外じゃもう無敗だよ。まさに土をつけられたことがない。新馬戦しばらくだ。いやダートだったかもしれない。記憶があやふやになってる。なんせ負けたことが1回しかないんだからよ。エリナはマジで無敵だぞこれ。無敵の強さだぞ。信じられんぐらいの強さだ。もうお前らじゃ物足りないよ。退屈なんだよてめえらなんかじゃ。勝つために呼ばれてきた。勝つために呼ばれてきたんだ。あら追い込みすぎたか。俺が、俺のせいだ。俺がエリナのことを考えず勝つことばかりを強いてきたから俺が追い込んでしまった。どれ温泉に入ってるとこ見に行くか。洗面器を投げられそうになった。しかしそれが馬主としての使命なんだ。俺の洗面器を投げられようが馬に、温泉に見に行かないといけないんだ。こまめに。よし箱になったな。さーて行くぜ。ていうかなんか G2 に出ようとかなんか言ってたような気がするけど、それもどっか行ったんじゃないか。 G3 どこだよ。もう終わってんじゃないか。ネギシステークス。ていうか今一回押したら、まあでもこれもう訓練してない、訓練してないからどっちにしろ本調子じゃねえし。じゃあこれへんあったウィンターステークス。お前いけねえよそれ。ダートってだけじゃダメなの。もういいよじゃあオープンに出すから。とにかくお金だよ。でもお金結構稼いでんだよね。お金結構稼いでんだよ。お金は結構稼いでるから。いやダートの試合ねえなこれへん。これぐらいか。12月4週いいや、それ出ねえ。1月3週かな。平安ステークス、平安ステークスに向けて調教しよう。いやこれダート馬の辛いところだよ。ダートはねえんだもん。だってダートの重傷がねえからさ。お生まれる。やった、大変可愛い男の子です。ちょっと線の細い子です。大切に育ててください。馬に名前をつけてください。線の細い子、線の細い男ってお前。じゃあ口調にしよう。クロが流産したからな。口調にしよう。ドゥ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 。ていうか待てよ、12月に生まれたってことはもうすぐ2歳になるんじゃないのか。だって小さい、やや気難しそうな子です。成長力はかなりありそうってお前。おい口調がなんちゅうこっちゃい。これ2歳になるの。ってかなるよね。だってそういう計算だろ。問答無用でもう2歳じゃねえか。成長が早すぎるぞ。生まれてに2ヶ月、2週間で2歳に。
ダートの1200、またダートか。まあいいだろう、ダート荒らしまくってやるぜ。ドゥンドゥルンドゥルンドゥン。てかパシフィカスがダートなんかな。もうパシフィカスイコールダートみたいな感じなんかね。登録平安を攻めるぜ。平安、あれエリナが2位になってる。レディーゴシップ、新しいなんか女が出てきたね。レディーゴシップとかいうわけのわからない女が。2番暗い帽子、4番がレディーゴシップ。おライバル同士、女の戦い、ダートにかける女たちの戦い、熱い戦いが今始まる。お前なんかに負けるぞレディーゴシップ。おいそのどちらでもない黄色いやつが前に出てきたぞ。何者なんだお前ら、この3すくみを制して。なんだこいつマジめちゃくちゃ強いじゃねえか。あ、そして2は、おい、レディーゴシップかなり遅れてんじゃねえか。エリナかなり頑張ったけど、じゃあ誰だよこいつ5番、名前は誰だ、気になる。リアルバースデー、本当の誕生日を教えられて。俺も本当の誕生日ってなんだよリアルバースデーって、なんだそりゃ、なんだそりゃとしか言いようがない。さあ行くぜ。ていうかもうパシフィカスがね、ダートが丸なのよ。だダート罰のやつつけよっか。気性激しい、成長が、うんだから気性、成長が早すぎるからいかんな。まあでも距離は短い方がいいと思う。だって成長が早いとさ、てか距離は短い方がいいだろ。マンってない距離、マンってない、そもそも超があるよね。超はダメだと思う俺。超はダメだよね。だって長いレースないんだもん本当に。アンバー車だで1000万、1000万以上のやつしよう。安い男はもう全員ダメだ。年収の高い馬と行こうやはりこういう目線になってしまう。俺もいざ牝馬目線になると年収の高い馬で選んでしまうよ。これは仕方ない、そういうもんなんだ。ダート超、そのダート超、これいいね。アンバー初代高え合コンだ、合コン三昧パシフィカス。そしてエリナもうそろそろ厳しいかもしれない。でもダートので負けたらもう引退した方がいいだろうな。あんまり苦しむところ見たくなる。よしじゃあ次で勝負を決めてみよう。ここ10、5歳上オープン、ハンデ。これハンデってことはエリナかなりきついんじゃないかな。んせめちゃくちゃ勝ってるからな。11戦9勝とかあるでしょエリナ。あ、それでも6位だ。まだまだエリナ戦うぞ。6番緑の帽子、11戦9勝、伝説のダートは、ダートを嵐に嵐でいった。お前らたちとは格そのものが違う。おい格が、あのエリナがやっぱ早熟なんだろうな。めちゃくちゃ早熟なんだろうな。くそー、まあ仕方ねえか。でもさ、エリナってあれじゃね、そのあれ牝馬になるんじゃない、繁殖牝馬に。だって賞金が多分1億以上あるから。じゃあもうここでもう引退させた方がいいのかもしれない。それで繁殖牝馬に引退、はい、繁殖牝馬にすることができます。繁殖入り、やった。ただこれね、賞金が1億の時、引退させた時のパラメータ 1.5 倍らしいから、ちょっと落ちてきたな。タネツケ、もうエリナもタネツケに早っ、引退してすぐタネツケ。アンバーシャレ同じ男じゃねえかよダメだそれはダメだ。イブンベイどうしよう、距離短い方がいいよな。バイヤモン、バイヤモンでも距離短くてダートだから超ダートはいいのかな。何するか、インドブルボンで。よし、じゃあもうアポリンも引退したらあれになるのかな。引退してみるか、じゃあタネスケ祝いになってみるか。でももう8歳の時点でタネスケ祝いしてどうすんだよ。もう枯れ果ててるだろ。お前はここにいてくれアポリン、アポリンお前ここにいるんだ。さあそして時が流れる。今回も資金力たっぷりあるから、じゃあもう今度からさ、もう賞金稼いだらすぐに引退させて、もう一番強いところで、それでもう
すぐ繁殖品はもしくは種付けにしようか。とにかくね、全盛期の能力が 1.5 倍になるから、もう最盛期で引退させればもうどんどん強くなるっていう、そういう検査員の、そうやって代を重ねる無敵の馬にたどり着き、そして俺はヘクトカップを制する。ヘクトカップ、なんでヘクトカップって蓋のついたアイスみたいな名前だよな。ヘクトカップ、ただひたすら月日が流れていく。しかし俺にはこの貯蓄がある。1億3000万だぞお前何でもできるわこんなの。何年でも何年でも、てかもうやめるよ俺こんな稼いだら。馬主はもうやめて、もうひたすら寝て過ごすよっていう風にはいかないらしいな。金持ちが言う、金があったら使ってみたくなるよ。人生は難しい。さあ産んでくれそろそろ。よし、これね12月に生まれるの本当でかいね。大変可愛い男の子です。なかなか健康そうですよ。馬に名前をつけてください。なんだよ線の細いとか何もねえのかよ。オーバー1歳でもかなりいい男の子だからな。これアンバーシャライと誰にしよう。よし、クニオにしよう。クチオとクニオで勝ちまくってくれ。試合あるんだけど、アポリーは9歳になりますので今年いっぱいで引退となります。またな、また会おうアポリー。さあそしてついにこの時が来たのだ。クチオとクニオ入球、行くぜ。平均的な馬です。芝の3000メートルくらいのレースに向いています。嫌な予感しかしない。早いであれがいいんだよね。早いの。ん？確かこいつ、口調はまたエリナと一緒で、ここは。では、ハンド一杯で同じで。エリナが、あのエリナも母か、普通に。何？ヒンバ？ヒンバか。何にしようかな。ヒンバって誰がいるんだよ。ヒンバの名前がない。ヒンバとの思い出がねえわ。これでいいだろう。ハイスコア出してくれそうな名前。ハイスコア必死。さあ行くぜ。乱れ打ちだもん。さあ合コンの季節です。合コンの時期になりました。1番トニービン、距離マンダート、いいんじゃね。でもあれがあった方がいいんだよな。これがこれあった方がいいんじゃね。このベリファよくわかんねえけど、この赤いユーザーオリジナル馬なんかすごそう。ウェスターズオリジナル、これいいんじゃね。適当だよ。もう作りまくれ。とにかくもう9億になって9000万になってしまった。しかし関係ない。8、これで9、ちゃんと計算しないとな。10 11、いや体重変わってないです。大丈夫かこれ、ちゃんと担当ある子だろうな。よしこれでいい。で笹針、このねちゃんと計算してる。最初が計算してるから、最初は計算しやすいからね。2 3 4 5、取れた？もう分かんなくなって、計算が分からなくなってる。ドゥン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 、そうだ、たまにこれ分かんない。んっていうか待てよ、もう国は分かるはず。平均的な馬です。芝の 3000m ぐらいに向いてるようです。これ2歳の時に分かんないよね、適性が。これ1歳の時は分かんないんだよ。成長力がかなりありそうです。国は成長力あるんだろうな。そう、これ受胎しない時あるんだよね。かなり流産したんだよな。
ベリファの子を辞退しています。よ、それでいい。種付け場がエリーナ、子に恵まれなかった、かわいそうっす。こういうことあるんだよな、こういう不幸はつきものなのよ。よし、温泉にすっか。うち温泉だ。ドゥル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 。これさ、馬体重が減らないから温泉でもいいよな。馬体重が減ると温泉じゃダメで放牧になると思うんだけど。よし、口をステップアップするぞ。もうだいぶエリナで、エリナがもうこの牧場育てていったようなもんだからな。ここまでエリナが育てたんだ、この牧場。さあ登録するぞ。これだ、最速登録。まあ岡部でいいだろ、勝てよ岡部、何が何でもな。最速登録。おお、いきなり一番人気、いきなり一番人気である。6番緑の、そりゃそうだ。お前たちはもう家柄が違うんだよ、うちの牧場も。作り上げたからな、エリナが。見ろ、才能が違うんじゃお前らとは。まあ結構近かったけど、でもまだこれは反映されてないからな、訓練が。訓練がまだ反映されていない、それでこの結果なんだ。でってって、じゃあもう口をさ、今度あれにしようぜ、脂肪場に、脂肪場にして、脂肪場にしよう。でダート、次3のダートだから、オープンのダートって、オープンのダートってないな。まあ一回じゃあ9月一緒行くわ、受賞行くわ、受賞狙うわ。ザコども震えて待て、ほんと素質がめちゃくちゃあるって言われたからな、口を。どんだけ素質あるんだよ。登録オープン、2から3歳ステークス、これでいいだろう、何度もお任せの大事にし。ついに来たのはこの時が、新潟3歳ステークスが。何、口を一番人気、マジで最強のエリナじゃないか、口を今までで。こんなことはなかったぞ、エリナでさえだってダートじゃないとさ重賞は難しかったのに。G1 だぞ、いや G3 だぞ。 G3 っつってもこの時の G3 はそこらの G3 とは違うからね、本当に。3歳の G3 はその世代ナンバーワンだから、もう G1 がないから。まだ何が言いたいかは分からなくても、何が言いたいかは感じ取ってくる。とにかく3歳の G3 は違うんだ。見てくれこの優勝、初めての G3 制覇だよ。まあといっても裏では1回勝ったんだけど、ニュージーランドトロフィー。やった、やっとカメラが映ってるところで実際に勝ったぞ。すごすぎる、口を。成長力があるって言われてたからな。じゃあ10月3日函館山菜ステークス、これも行ってみるか。すごすぎるだろ、これほんとクラシックいけるんじゃないのか、口を。そんなこと俺考えたこともなかった。蓋をしてたぞ、そこに蓋をしてたもん、その気持ちに。さあ函館山菜ステークスどうなる。なんてだよ、ユートジェーン、なんてことだ。新潟山菜ステークスはお遊びだと言わんばかりの。6番だっけ、新潟山菜ステークスは何だったのか。こいつら力を貯めていたのかもしれない。でもちょっとね、さすがに本調子じゃねえよなこれ、さすがの口をといえど。ちょっと休ませるか、これ終わったら。まあでも6番来てるぞ、口を。7番が一番人気のジートジェーンか。本調子でない、お前らごときにはこれが十分だ、口はそう言ってる。俺の夢忘れちまったよ、全てを忘れている口は。ははは、相手にならんぞお前らなんて。
クラシックを制する馬だ、口調は。もうクラシック取ったらもう引退しよう。お前らに興味はない。お前らなんかに興味はないんだ。さあ、じゃあ休養するか、笹張りで。で、次はもう G1 だな。もう決まってる、次に何やるか。もう雑魚と遊んでる暇ないんだよ、こっちは。目線はもう最初から朝日杯山菜ステークスやん。それしかない。12月2週 G1 朝日杯山菜ステークス。ここに全てお力を。もう寝て待とう。よし、このために調整してたんだ。雑魚の出るレースなんか出ないぜ。この時はやってきた。朝日杯山菜ステークス山菜オープン定量。登録しますか。G1 がついにやってきた。俺にこの日が来るなんてまさか。よし、パシフィカスの子供に捧げよう。ついにこの時やってきた。金の盾。一番人気ではないか。ロングハヤブサ、ビンゴカル、イーディセゾン、一流の世代が集まったな。さあ、これは当然見るぞ。当たり前だ。うん、緊張してきたな。一番だぞ。一番ピンクの帽子、口を。あれ、ピンクでいいんだっけ。ピンクでいいよな。頼むぞ、口を。俺に夢を見せてくれ。お前の夢を教えてくれ。そして今忘れてしまったというお前の夢を。おお、口をは一番上に。あれ、口を一番上だっけ。でも回り込んだら一番上に来るから、一番どれだ、よくわかんねえや。でも多分一番にやったやつは口を。多分一番上が一番下だ。あ、てか一番で出るかわかるか。どれだ ?8 番、ん ?8 番 ?1 番どれだ今。1番が、あ、白だじゃん。ん ?1 番でいいんだよな。あ、なんか順番なんか違うよこれ。一番上は一番上に来るとかなくなってる。混乱してる俺が今。まあ、しかし口調は今1位だ。嘘でしょ、嘘だろ。え、本当にこれ口調なのか。お前本当に口調なのか。わからない。これが本当に口調なのか俺にはわからない。怖くなってきた。震えが止まらん。まだ現実じゃないみたいな。本当にこれが俺の馬なのか。お前口調なのか。無敗。なんだよこれ。なんなんだよこれは。もう休養しよう。お前ら雑魚とは違うからな、本当に口調は。お、メリカの子供が生まれた。大変かい男の子です。真っ白だな。真っ白だ。どうしよう。真っ白。真っ白な。よし。ホセとしよう、お前を。お前をホセとする。でもな、販路だけでやってきたから1200か1600にしか出せないんだよな。クラシックはいけないんだよな、口を。もう朝日杯で。まあ、クラシックに出たのは山々なんだけどさ、適正通もがあるんだよ。あ、やべえ。国尾が。国尾！国尾を忘れていた。本当に国尾なのか。どこが国尾なんだよ、これ。サナエ。成長が合いそうな馬です。ダート。またダートかよ。ダート地獄。ダートの3000。なんで毎回3000なんだよ、もう。いいよ、もうそれ無視するわ、俺。本場は長距離1本で行くわ。で、もう、じゃあもう、国はもう、国はもう担当かい？国はもう、担当を、丸助にしよう。行け、丸助。で、お前は、あれにして。あの、本場は1杯にして、本場はだけで。お前、そのまだ、鼻の穴をなんとかしろ、お前。鼻の穴を閉じろ。
鼻の穴を塞げ、丸助の。そしたら口呼吸ができる。口呼吸になる、こいつは。口で呼吸をせんか、お前は。鼻ばっかりで呼吸をしてる。どうする？何だよ。もうね、雑魚だかは用はないんだわ。ザコニスカ G3、4歳オープン。アーリントンカップ、これにしようか。これでいいよな。うん。どこだった？雑魚と戯れてる暇ないんだわ。3月2週な。いやー、こんな強いんだったらもう、調教しとけばよかったな。本場場で。半路しかやってねえからさ。3月2週。あ、やべ。種付けしてねえや。最近種付けしまくってたからな。種付けをしまくってたから、ちょっとお前休ませようか。うん。今年はいいやもう。そんな矢継ぎ早に子供産んでもさ。はい、じゃあどっちかに産ませるか。途絶えるのも嫌だし、エリナ。種付けの時期になりました。種付け。1話。タマモクロス。この2頭で、まあいいや。もう適当にやってくれよ、もう。よし、3月2週。さあ、口を。口をもう負けたら引退しよう、もう。負けたらその時に。負担重量が重いです。そりゃそうだよな。これハンデ戦？別邸ってなんだよ。口をいじめに来やがって。16G4。桜花賞。でも皐月賞は2000でしょ。皐月賞か。皐月賞行くか、じゃあ。皐月賞行くか、もう。4月3週の。じゃあ、口をそれまで休養しといて。あ、でも、まだ休養はダメだな。多分今まで休んでたから。じゃあ、皐月賞出るわ。やっぱね、朝日杯の、朝日杯王者は皐月賞出ないとダメだ。まあ、お前らとは基本的に格が違うんだが。練習してないからな。いかんせん。来週だな。さあ、王者が皐月賞に行くぞ。道を開け。皐月賞4歳オープン定量、賞金 1着9600万円。一流 YouTuber に匹敵するくらいの収入が。いらんことを言ってしまったな。クラシックだぞ。そうだぞ。どんだけ夢を見せてくれんの、口調は。だって販路は1200と1600のしか強くなんないんだよ。じゃあなんでこんなに強いんだよ、お前は。なんでそこで一番人気だよ、口調は。しかも口調の番号を忘れてしまったよ。まあ一番が多分口調だよ。一万が口を。一番早いのが。もう早いな、2000メートルって。スマホを持ってたよ、ね。でも白じゃねえの、なんとなくだけど。毎回白だよね、口をって。一番じゃあ。わかんねえ、6番かもしんねえ。まあ多分一番で来るだろ、口調は。教えてくれよ、誰か番号。番号がわからない。でも確かに白い馬ではなかった、それは確かに。まあそりゃそうか、だって練習してねえもん、全然。仕方ね。こんなことなら本場場でやっときゃよかったな。だって1200が得意、1200のダートが得意って言ってたんだもん。それでも3位か。もう少し短めの距離がいいようです。分かってるよ、全然練習してねえから。だって練習してないからだ、全ては。くそ、本当はお前らなんかに負ける馬じゃないのに、絶対に。でももうすぐ早熟だから、じゃあ次は引退だな。もうこれ、6月1週ニュージーランドトロフィー。定量か、定量とかいうクソシステムやってくんねえかな。ほんと4歳上エプソン G1 宝塚記念。じゃあこれでいいか。もう定量とかハンデとかやめてくれよ。なんで口をいじめるんだよ、そんなに。半分ばっか、これにすっか。この別邸ってやつもじゃない、なんでハンデ戦ばっかなの、これ。別邸ってやつハンデだよね。ハンデしかねえじゃん。まあいいや、じゃあ CBC 賞出る、6月4週な。サバリ、
リチューとかす。どんだけの富をもたらすんだ口調は俺に。じゃあ登録ニュージーランド、じゃあニュージーランドでいいんじゃねえ、もうこれでいいよね、どうせ俺ハンデなんて何も言われなかったな。じゃあこれでいいのか、よかったのか。さあ口を、これがお前の最後の試合だ。1番人気5番大事です。蹴散らしてやれこいつらを、雑魚ども。そして引退する。これで口をはその華やかな戦績を残し、口を引退する。口を今までありがとう。これがラストランである。あまりにも強い。何だったんだ一体、すごすぎるぞ。人間とは思えない。人間とは思えない強さだった。さあそして早熟だから、でも早熟でもまだいけるか、まだいけるわ。ちょっと引退やめるわ、引退まだやめる。じゃあ最後に7月ここら辺の試合に出て終わりにしよう。これこれ関谷記念、これ関谷記念のように出て終わりにしよう。いや引退しよう。じゃあな5番、この馬に対してはシンジケートが結成されます。なんかよくわかんないけど多分すごいことなんだろう。シンジケートの権利保有しますか。イエス。ああれか、シュボバのことだ。じゃあそう言えよお前、シュボバになるって言えよ。それではシンジケート株を保有します。これから年1回無料でこの馬で種付けができます。無料でやらせてくれるっていうのか。牝馬が集まってくるぞ口尾に。変な牝馬が集まってこないように俺が管理しとかないとな。口尾伝説になった口尾は強いに、口尾と種付けできる権利を得たぞ。さあそして国尾がやってくる。なんでそんな穏やかなんだお前、大丈夫か。来週だな。別にもうダートにこだわらなくていいんだよな。てか本馬場調教してるよねこれ、うん、本馬場いっぱいだから今度は何でも出れるぜ。まあつっても変わんねえけどな。じゃあこれ出るか。さあ国尾どれだ。岡部だ、岡部だけでいいだろ別に。岡部ゲーだろ。いや退屈だわこんなレース。ああなんで6番人気なんだよ。口尾という伝説を見た後では物足りねえぞ。んでも結構いいとこいるじゃないか。さあ池国を。おいおかしいだろこれ、いくらなんでも。おかしいだろ、同じ母親から生まれたんだぞ、この成績はおかしいだろ。なんでだよなんでだよ、同じ母親から生まれたんだぞ口尾と国尾は。もう少し眺めなければやっぱり3000で言ってたもんね。でもそんなに変わるのはおかしいだろいくらなんでも。さなえ成長が早そうな馬です。3000が向いてるようです。さなんで3000ループに入ってるじゃないか。もうそういえば辞退した、辞退したエリナ、ターンオクロス辞退しています。やったな。今年はお休みです。英気を養って次回の種付けに備えますよ。っていうか何歳でバッシュフィカス。結構な熟女じゃないか。もう国を、いや口をという伝説を見た後だとやっぱプレッシャーあるな。国をにはすごいプレッシャーが、やはり国をにはプレッシャーかけられるものなのか。短距離なんてねえんだよ、 3000m しか走れねえからな。 3000m はいいんだよ。まあでも3000でも勝てるだろ国をだったら。適正じゃないけど。さあ、池国を1番だ。まあ、でも、今回練習したことは出てるから、勝てるよ、多分。練習したことを出そう、国を。
なんてだよ、未勝利戦だぞこれ。ダメな馬の集まりの試合だぞこれは。ちょっと口が過ぎたかもしれんけど、分かってるよ、分かってるけど、ないだろそんな言われても。分かってるんだよ俺だって。今温泉だ、なんだ今キョトンとしてたら国は。ドゥル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 ドゥシオという超一流の馬を見た後だと霞んでしまうな。やはりどんな馬でもそうだわ、どんな馬でもそうなるよ。もうこれいいんじゃない、これはいい。2400、俺はもうバッチリだろ、調教してるからな。よし多分いいだろ。ぶっちぎりで1番だ。7番、オレンジの帽子。こんなのぶっちぎりでいかんかい、国をよ。余裕だこんなの。当たり前だ、未勝利だぞこれは。しかも得意な2400だからな、大差で勝ってほしいよ。よし国をよ、お前はもう長めのレースを入ってもらうぞ。こんな3歳未勝利で喜んでる場合ではない。勝って当たり前なのだ。俺は大切なことを忘れつつあった。勝つとはそういうことだ、勝つとは大切なことを忘れるということ。12月20、国をよ、甘え許さない、お前に甘え許されるのだ。16、オープンには出れんよね。格上ジョンソンとかできんだ、構わんだろ。あでも実際1400ったらちょっと短いかな。そうか、長い方がいいのか。長えわ長えわ。12月2週、国王席を開けておけ。朝日杯今週、朝日杯今週じゃん、今週じゃねえじゃん。あ、阪神三歳牝馬ステークス、なるほど、牝馬あっちに出るんだ、なるほどね。このレースは除外になります。なんということだ、同じ兄弟でこれだけの差が。まあいいよ、じゃあラジオ短パンへ出るわ。こっちの方が国王に合ってるから、どっちかというと距離的にも、まあ朝日杯も合ってるけど。国王ラジオ短パンへ出ろ、レディオ短パン杯、格上挑戦関係ねえんだ。あの伝説のおぼは口代の弟だぞ。くにょータートルでない、適正でない朝日杯に飛び入りして、一番人気でもないのに大差をつけて勝った口代、その弟とは思えないダバっぷりだぞ。くにょーお前は引退だ。言い訳はできんぞ。え、8番だよな。え、何位だよこれ、6位冗談はやめてくれ。だってこれから来る馬もことごとく3000m だぞ。お、一気に押し寄せてきた、一気に押し寄せてきたな。おい、この担当だ、全員丸助だ、丸助無双、丸助無双が始まる。大丈夫だな、大丈夫だろうなお前ら。よし、これでいい。国を早熟じゃないのかこいつ、ひょっとして登録。じゃあ長めのやつに出してやる、こんなん勝つだろ普通に。そうそう、エリナに駒が生まれそうです。よし、これを刺される国を。お、なんか強くなってる。まあそりゃそうだろ、500万社なんで勝って当たり前だからな、こんなん。国を勝って当たり前だ、こんな勝利、勝て、勝利以外にないわお前に。
勝利以外は恥、2着は恥だ、必ず勝て。よし、それでいい。当たり前だ、こんな勝負勝って当たり前だ。国をだよな、これ。よし、帰る準備をするぞ。感傷に浸ってる場合ではない。すぐに帰るんだ。次の練習をしなきゃいけないんだ。俺たちは、俺は大切なことを忘れているのかもしれない。しかしそんなことは言ってられない。この牧場を盛り上げていかなければならない。ねえよ、名前がねえ。そこら中から変えてこよう。さあ、どんな評価だお前は。成長力ありそうです。種付けの時期になりました。これどっちがいいんだろうな、エリナと。でもエリナを、やっぱりエリナの子供で行きたいよな、俺たちは。マルゼンスキこれはやばいことになりそうだ。パシフィカスはいいや、今年は。だってそんな何体もやってたらさ、大変なことになるじゃん。さあ行くか。待てよ、あれ、そういや真珠系統組まれたとか言ったよな。あれは真珠系統組まれたんだろう。そういえば口を、ローザンダンサーん、ってか口は誰の子なんだ。そもそも口調は日本ピロウイナ、ノーザンダンサー、スティールハート。これ口調できるの、パシフィカスと。てかパシフィカスって口調の子供じゃなかったっけ。あれ、できた。あれ、口調ってパシフィカスの子供じゃなかったっけえ、そんなことできんの。まあでもいなかったよな、あのランにはいなかったよな。じゃあ大丈夫なのか俺は近畿を犯そうとしてるのかもしれない、ひょっとしたら。3月2週 G2、 3月2週にお前の力を見るぞ。私は近畿を犯そうとしてるのかもしれない。え、口代って誰の子供なの。口代の方受胎、あ、まあでも受胎したんだ、大丈夫だろお前は。あ、不受胎やったんだ。あれ、種付けできんの。種付けできる、そういえば口代。あ、じゃあやっぱ口代は、あ、でも年1回しかできないんだ。そうか、わかんねえな、あれ。まだわかんねえ。真相は闇の中だな。まあいい、じゃあ今日はこれで終わりにするか。いや、よいしょ。お、なんか聞いたことあるぞ。聞いたことあるな、その試合。口を、国尾だ。国尾。お前の兄貴は余裕だ、こんな。お、え、え、1番人気これ。2番人気か。まあ1番人気のように2番人気だ。髪のエルフってやつも強そうだな。6番、緑の帽子。え、国よってじゃあ万世なのか。じゃあそうとしか考えらんねえよな。あと、あの新馬戦で5位とかになるような馬だったんだぞ。おい、え、髪のエルフも全然下がってるし、後ろに。おい、なんで負けるのかよ期待させやがって、お前。1番人気は2番人気だと思ってたら。まあでも7番人気の髪のエルフ3000だったな。あいつに比べれました。首。まあでも予想外に頑張った。まだ長めなのかよ。え、じゃあさ、そんなに長めに出ないといけないんだったらさ、あ、でももうちょい長め。もうちょい長めなの？もう3000だってねえわ、バカ野郎。ねえんだよ、そもそも。オークス。G1。あ、日本ダービーだよ。それしかねえだろ。日本ダービー出れんのか、国は。そもそも出れないだろ。出れないだろ、勝たないと。勝ってないとダメなんだよ。じゃあこれ勝とう。毎日試合、3歳5週。勝たねえとダメなの。ちょっともうちょいやらして。日本ダービー出るわ。毎日試合に勝ったら日本ダービー出れるか。お前勝て。毎日試合行け。
ダービーに出るだ、なんとしても。ん何者だこれ、祝連のシェリフ。関係ねえ、5番勝て。勝てばいいんだよ。5番。うわ、いってるぞ。さあ、そして気になる8番、圧倒的1番人気。おお、圧倒的1番人気と競っている。まあまだわかんないけど、まあこれ3頭に枠入るかどうかの予選だからね。こっから決まる。まあそうなるわな。あ、でも結構いい勝負してる。俺結構いい勝負してるじゃねえかよ。なんなんだよ国を。お前ちょこ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 強いぞ。これダービー出れんのかな。賞金額が結構あるから出れるかもしれんぜ。ひょっとしたらだって G3 とかの2位になってんだからさ。ちょっと G1 出れるかやってみるか。あのちょっと笹針にしよう。あ、というかお前らも笹針だったな。サナエとかもみんなで針だ。みんなで針、みんなで針を刺そう。ハリーブーム、今この旧車ではハリーブ、空前のハリーブームが起きている。さあ5月5週日本ダービー、5月5週ついに来る日本ダービーが、ダービーがやってくる。これで締めよう。アトログできた。日本ダービー、思うことなき最高のレース。まあこんなもんだよな。まあでも全部見るわ、どうせだったら。8番。おお、口をもちゃんと調教してれば日本ダービーで1位になれたのかもしれん。まあそんなこと言ってても8番。ピンクの帽子、これね、場所で覚えてもなんかねシャッフルされるときあるんだよな。帽子の色で覚えた方がいいな。ピンク、我らが口を、我らが国をはピンクの帽子である。ピンクの帽子というかピンクの上半身、なぜかピンクの帽子って言うんだよな。上半身でいいじゃん。ピンクの上半身です。今は足を貯めているんだ我々の国を。は国を足を貯めている。マッハキックを打つためのマッハキックでこいつらをダウンさせろ。シュシュ、そして起き上がりにマッハキックを重ねてダウンさせろ。そしたら失格になる国は。だからそれやってはいかん。しかし失格にしたらその審判ごとマッハキックで蹴り飛ばし、最終的には逮捕されるかもしれない。まあでも不良だしな国は。これがダービー。国をとは一体何だったのか。もうほんとやめて、その3000メートルのやつ。もう絶対俺長い距離が得意なやつは種付けしないからね。もう二度と、私は二度と。馬が本調子なかったみたいです。あんだけ休ませて、なんで本調子じゃねえんだよ国を。キョトンとしてやがる。現実を飲み込めているのこの馬。まあいいだろう。どちらにしろ牧場の経営はかなり軌道に乗ったと言っていいだろう。